1998年沖縄県知事選挙は、1998年11月15日に執行された沖縄県知事選挙である。新人の稲峯恵一が現職の大田正秀を破り初当選を果たした。この結果、2期8年続いた革新県政に終止符が打たれ、8年ぶりに保守側が県政を奪還した。本知事選は、 県知事の任期4年が満了したことに伴い、実施された選挙である。選挙には、現職知事で3期目を目指し民主党や社会民主党、日本共産党、沖縄社会大衆党など、中道や革新系が支援する、大田正秀と新人で自由民主党など、保守陣営が支援する、稲峰圭一、それに、諸派の又吉光雄の3人が立候補したが事実上、 大田と稲峰による一騎打ちの選挙戦となった。前回の知事選では大田を推薦した公明党は大田氏を基軸とした自主投票に転じた。本選挙では経済振興と在日米軍普天間基地の移設先をどうするのかという普天間基地移設問題が大きな争点となった。大田候補は日本本土や国外への県外移設を主張したのに対し稲峰候補は 北部の陸上に軍民共用空港建設と政府との関係修復による経済振興を打ち出した。選挙の結果、保守系の稲峰候補が現職で革新系が支援する大田候補を破って初当選した。選挙への関心は高く、投票率は前回を10%以上も上回った。当日有権者数94万5419人。 最終投票率76.54%当選した稲峰候補は不況の原因は県政不況で大田県政の失策であると訴え不況からの脱却を望む有権者に支持を広げた。また企業が集中する那覇市における積極的な取り組みと進行策の訴えが走行し革新系が強い地盤でも支持を広げることができた。そして自主投票となった 公明党支持層の半分近くの支持も取り込んだ。この知事選以降、全国的にも公明党は自民党への傾斜を強めていき、1999年の自治公連立政権成立への布石の一つになった。一方、敗れた大田候補は基地問題解決と経済振興を中心に訴えたが、政府との関係悪化で各種振興策の協議が停滞したこと。 有権者の関心が経済振興に移っていく中で基地問題の訴えが薄れたこと、運動面で稲峰陣営に遅れを取り、切り崩しにあったことが響いた。2010年、当時、小渕内閣の副官房長官だった鈴木宗雄が、この選挙で稲峰陣営に官房機密費3億円が渡されていたことを証言し、普天間基地移設問題で辺野古案が浮上する中、 本土の自民党政権が裏で積極的に沖縄の選挙に介入していたことが明らかになった。告知前から大田県政批判の出所不明のポスターが大量に電柱に貼られた。大手の広告代理店が入り、移設問題が県政不況などのキャッチコピーに圧倒的に凌がされ、またイメージ戦略のため自民党政権の閣僚来園は控えられ、 本土政府と自民党の介入の影を隠した。筑紫哲也はこの選挙を広告宣伝技術の選挙への知るニ人が見事な成果を収めた例と指摘した。ありがとうございます。